ラファエレ・グアラッツィ、あるいはラファエル・グアラッツィは、イタリアの歌手、ピアニストである。2005年9月16日、初のアルバム、ラブ・アウト・サイド・ザ・ウィンドウが、エーデル・ミュージックから発売された。2008年には、我が心のジョージアのカバーが、コンピレーションアルバム、ピアノ・ジャズに収録された。2011年2月18日、楽曲、ホリア・ダ・モーレにて、 サンデモ音楽祭の新人部門で優勝を果たし、ミアマルティーニ賞の新人賞、サーララジオテレビジョン賞を受賞した。楽曲は、同年2月16日にシュガーミュージックより発売された2枚目のアルバム、リアリティファンタジーに収録されている。2月19日には、ユーロビジョンソングコンテスト2011のイタリア代表となることが決まった。グアラッツィは、 ユーロビジョンソングコンテスト1997以来の同大会イタリア代表として2011年5月にドイツのデュッセルドルフで行われるユーロビジョン2011に参加する。ありがとうございます。